うとう和平交渉の日ですね。準備は整いましたか？こちらへ、これをあなたに。昨晩書き下ろした虎の巻です。今回の交渉は複雑ですが、187を超える状況には至らないと判断しました。これら状況の対策をすべて書きましたので、それを参考にして臨機応変に対応してください。お、分厚い。どれどれ。激しい言い争い、戦いの火花、放火作戦、兵の分散投入、人質の確保。多すぎる。でも、すべての状況の解決方法があるなんて、それだけでも心強いな。それは良かったです。今回の和平交渉は非常に特別なもの。渡津見島と幕府にとってとても重要なことです。しかし、渡津見島の兵士たちが不満を抱いている以上、私たちは和平交渉において不利な状況に立たされています。交渉を円満に終わらせるためにはより多くの手間がかかるでしょう。渡津見島の荒人神の御子としてこの席を担わなければなりません。私に力を貸していただけないでしょうか？それは良かったです。では出発しましょう。お久しぶりです、九条サラさん。前に会ったのは戦場でしたね。ああ、あの時はお前のおかげで苦汁を飲まされた。ところで、なんでお前もいるんだ？はい、彼は今回の交渉の証人となります。彼は私たちの戦いを最初から最後まで経験し、現在の平和に多大な貢献をもたらしました。彼以上にふさわしい者はいません。それもそうだな。では早速本題に入ろう。まずは海域の管轄権の問題だ。戦時中、私たちは鳴上島における渡津見島漁師たちの活動を制限してきた。ここよりその制限を正式に解除しよう。だが収穫を渡津見島に持ち帰るには、私たち鳴上島の税法にのっとって税を納めてもらう必要がある。いいでしょう。ですが、鳴上島付近で漁をする方に対し、天領奉行による庇護を約束してください。彼らにもし治安問題による損失があった場合、天領奉行が率先して解決をお願いします。それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行がいる限り彼らに危険はない。なんかうまくいってるみたいだな。それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ。
以前までは我々が渡住島に行こうが、渡住島の人間がこちらに来ようが、厳重な尋問を受けてきた。その結果、お互いの交流がますます減り、島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった。戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人をシャブ業から何人か選ぶことを提案する。貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。双方の商人に参加させるべきです。シャブ業に完全に委ねることはできません。だが私の知る限り、渡住島は現在あらゆる種類の物資が不足している。シャブ業による統一管理はお前たちにとってもいいことだろう。物資の不足についてはこちらが対処します。ご心配なく。それに渡住島は資源が豊富なため、多くの商人がここへ来たいと願っています。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはずですよね。だったらひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡住島の治安部隊を天領奉行の管轄下に戻したいと思っている。当分の間それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡住島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し、俺たち渡住島の全てを奪おうとしてるんだろう。野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。第16条、いやいや67条か、それとも73条。あ、どれを使えばいいんだよ。一条です。しかしあなたたちが手を出す必要はありません。忠勝、状況が変わりました。あなたたちは横で待機してください。ご安心を。あなたたちの思いは理解しています。後のことは私に任せてください。九条さん、このことについて我々渡住島に説明をしていただけませんか。ああ、少し待ってくれ。全員、私の調査が終わるまで手を出すな。お前たち二人、こっちに来い。いえ、お前たちは本当にファデュイと結託しているのか。それは、その、結託とまでは。何人かのファドゥイたちが渡住島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんです。それでその、どうせ害もないと思ったので。ですが私たちは同意したわけではありません。ただ彼らに渡住島で大暴れをさせてから状況を判断しようと。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。ただ少し前に一度話をしただけです。それがなぜ渡住島の人に知られたのかは分かりませんが。もういい、戻って罰を待つんだな。何がどうあれ、そいつらはファデュイだ。奴らが私たちにしたこと、もう忘れたのか。協力どころか最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。奴らの目的は何だ。ファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました。私たちを訪ねたのは彼らの親分の仇討ちをするためだったようです。あの女の部下か。復讐を果たし
稲妻をまた混乱に導こうとしているのか。いつか必ず私が奴らを全員捕らえる。この件に関しては確かに我々の問題だ。すまない、私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。今一度和平交渉を続ける機会を。もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよ。ですが自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡津見島の治安を預けるのはいささか不安が残ります。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてからまたきちんと話し合いの場を設けさせてくれ。商人に関することは私も社奉行と相談し双方が参加できるようにする。なんだか九条サラの勢いが一気に弱まったな。これで交渉がうまくいくはずだ。まさか渡津見島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは。次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ。戦場でのお前は厄介すぎる。今日はここまでにしよう。私も戻って天領奉行の内部問題について徹底的に調査しなければならない。ファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。もうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう。相手に感づかれないようまずは彼らに従い現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。考えておく。感謝する。では私はこれで。次また会おう。三五宮様、我々は渡津見島に戻ってからにしましょう。Thank you.